どんなアンダーヘアだったらいいのかっていうのをちょっとね、ヘルシー調査、はい、教えてみんなのアンダーヘア、よくあるアンダーヘアの形をご紹介しますということで紹介します。でげでん、こちらでございます。教えてみんなのアンダーヘア、これこんなん初めてだ、やんの、うんうん、すげえ。こっち来た、うん、すっきり型、うん、ということで小さめのショーツを履いてもはみ出さない、うん、ね、こちらでございます、うんうん、こちらかな、はい、しなやかな逆三角形がやっぱり女性の憧れ、うんうん、まあそれはそうですね、はい、何も出てない状態、うんうんうん、はみ出し型、うん、こちらあるんですね、うん、はみ出し型って、うん、ショーツの横からいつも顔を出してる彼と良いムードになるとどうしようと焦り始める、うん、あるのこんな出ることって俺はまだここに体験したことがない、うん、次爆発型、うんうん、こっちね、四方八方自由に生えている、うんうん、ショーツにプレスをかけてツンツン寝癖のようになることもある。なるほど、爆発型。そしてこちら、うん、ジャングル型、すげえ。あ、さっき前田さんが書いてたやつ、本当だ、まるで密林、うん、もじゃもじゃなのでアフロのようにも見える、うん、パートナーに驚かれてしまう可能性あり。驚くよさすがに。ロン毛型、お手入れをしていないのが彼に分かってしまう長さと質感を整えてすっきりさせるべし、うん、まあそうだよね、これもう長いのちょっと切るだけでいいもんね、うんうんうん、あと逆モヒカン型、うんうん、まるで、よいしょ、こっちだ、まるでモヒカンのような形、うんうん、大切なラブタイムの時にパートナーに刺さってしまう可能性あり、うん、あるんだ、いろいろ。何それ、モヒカン型なんてあるんですね。むしろアンダーヘアでおしゃれしたらテンション上がりそうっていうことでございますが、うんうんうん、いやなんかだからおしゃれしたらっていうのもハート型にしたりさ、形を整えてのおしゃれだから、うんうん、やっぱ整えるのは、うんうん、まず第一なんだなっていうのがちょっとよく分かりました。すごいね、こういうのがいろいろあるんだなって、うん、うわすげえ、うん、どうですか、見たことありますか、女性の友達で。ここら辺だったら、あ、はみ出して、あ、はみ出しちゃってるって、うん、水着、水着で、水着で出ちゃってた、うん、とか、あ、お風呂にいた時、うんうん、そんなダメしてないですけど、はい、爆弾型、ジャングル型、うん、だけがジャングル型が、うんうん、あ、ちらっと見えただけですけど、なるほど、やっぱりね、うんうん、そういうのが気になって、女性も気になってしまうからね、うん、ちょっといろいろやっていったらいいんじゃないかということでございます、うん、そこで LC の考えるアンダーヘアの理想、うんうん、LC's しなやかトライアングル型の紹介ということで、はい、もうこちらですよ、これがドン、 LC 認定、うん、しなやかトライアングル、なるほど、ほんとだ、ちょっと綺麗ですね、ほんとにすげえじゃん、綺麗。さっきのこれでやったらこうなるんですかね。そう、それで、うん、そしてしなやかウォッシュをつけて こういうふうに整えたら、あ、じゃあ俺がさっき描いた絵ってさ、最初に描いた絵って似てない？似てる、理想ですね理想のね、最初に描いた理想の絵とこの LC 認定の絵が似てる、うん、似てる似てる、やっぱこれが理想なんですよ、うん、やっぱ理想はこれですよね。いや、女の子としてはやっぱ理想はこれですよバーコードリーダーやから、うんうん、ピッてやってみてって、いやいや、ここ理想はでもこれだけど、結構これはなかなかお手入れしないと近づけないから、やっぱみんなね、やっぱお手入れをしないといけないということなんで、うんうん、アンダーヘアの理想ポイント、はい、下着からはみ出ず収まりよくあるべし、うんうん、しなやかで質感も柔らかくあるべし、はい、女らしさを演出するべし、演出すべしということで、はい、こちらが認定の皆さんもぜひこちらですね、こちらのヘアカッターと、はい、うん、しなやかウォッシュを試していただいて、 V ライントリマーを試していただいて、楽しみです、ちょっとこちらの LC 認定の形、はい、うん、しなやかトライアングルに挑戦してみてはどうでしょうか、はい、どうでしょう、どうでしょう、本当ドドンドドン